こんにちは、タカです。分度器 .com で結構ね、万年筆注文したんですけども、全部で7本かな、届いてます。で、今2本、使ってみたんですけど、今回はこれ使ってみたいと思います。ボルギーニのトランスパレント、トランスパレント、トランスパレントみたいな、なんかね、そんな感じです。 V71 で、このトランスパレントっていうのがね、透明なとか透き通ったっていう意味があるんですけど、まあこの透明軸なんでね、そこから取ったのかなと、で、ボルギーニは以前、これはね、ボルギーニの V36 っていうやつね。これは確かね、ロフトで買った気がします。1300円でした。で、今回の V71、これは972円で、購入しました。なんかね、ニブは V36 と似てるような気もするなぁという感じですけれどもね。まあちょっと詳しく見てみましょう。はい。これね。まあ綺麗な透明軸。オレンジです。これもね、カラーバリエーションは何色かあったような気がするんですけど、よいしょ。ニブはこんな感じ。以前のボルギーニとね、似てる。これね、ニブの太さは書いてなかったような気がします。あ、そう、これね。空のカートリッジ。そこがない。抜けてる空のカートリッジ。と、ブルーブラックかな、ブルーかな。といった感じの、カートリッジが1個で、これね、このリングが落ちちゃうというか取れる、これあんまりね、良くない。あれ、これもだっけ。あ、これ違うか。なんか他の万年筆で1個あったような気がしますけどね。このね、ここ取れちゃうのは結構よろしくない気がしますけど、これはコンバーター使えるのかな。中国コンバーター、中華コンバーターよっ。まあ、しっかりはまりますけど、あ、入る、使えそう。いいですね、使える。ここね、ここなんでしょうね。ここはすごいプラスチックな感じですね。結構綺麗かな。ね、972円だったら、ね、
なかなかいいんじゃないでしょうか。ね、このペンシンも透き通って見えるところはね、いいと思います。じゃあちょっとね、インクどうしようかな。僕の好きなインク、冬書き、ちょうど合うかもしれないですね。はい、それじゃあ書いてみましょう。これキャップ、後ろにはグッとつきますね。さて、どうかな？お。書きやすいです。冬がきいい色ですよね。オレンジ系では冬がきかなりいいですね。そこまで引っかかりはないです。左から右に行くときの、少しペン先の角度によってカリカリっていう瞬間が出やすい
けど、まあそんな気にならないですね。うん、これね、ほんと書きやすい。前のボルギーニもね、書きやすかったけど、これもいいですね。字幅、2部はね、F から M みたいな、だいたいそのあたりですかね。難点があるとすれば、ちょっとキャップ締めにくい。なんかたまに引っかかる。うん。うん。たまに引っかかるかな。はい、というわけでボルギーニの、V71972 円という価格ですけどね、書きやすさはもう十分だと思います、うん。まあ、コンバーターも使えるし、好きな色を入れてね、うん、この透明軸も悪くないと思います。結構綺麗な透明軸っていう感じ。うん。書き心地もいいし。で、冬書きもね、綺麗な色だったし。ボルギーニもう一本買ってあるんですよね。ちょっとそれも次、試したいと思います。